おはようございます。現在の時刻は10時31分です。今日は私、学校で使う電卓を買いに行きたいと思います。何の電卓ですか？情報簿記、簿記のなんか専用の電卓。専用のよくわかんないんで。簿記で使いやすいやつな。なんかパパとママが簿記やってたんで、私は本当はサンリオの可愛いキティちゃんとかのやつだったんですけど、昨日さ、ママに見せてもらったのよ、その顔のやつ、電卓のやつ、もう戦闘力高すぎてさ、あれさもう絶対ダメなんだよ。あれのキティちゃんを買おうと思って買いに行こうと。そう、あの前ライブやった時、今日曜日なんだけど、今日だから3日前にライブやったんだけど、その時に電卓の話になって、私はもうそれ買う気満々だったから、これ買うから動画撮ろうねみたいなことを言ったんだよ、ママとかパパに。そしたらなんかダメだとか言って視聴者さんからも、視聴者さんからも言われちゃってさ、パパたちと同じ意見、全く同じ意見でな。でもそれ買う予定だったから。いやね、あれはちょっとね、戦闘力高すぎて、逆にだよ、お前が簿記の検定3級とか、もし2級とか受かって、じゃあよし1級受けるぞって言ったら、あれで臨めよ。そしたら逆にかっこいいって。なるほど。ああ、もう会場で、おうってなるよ。なるね、おう、クーンってなるよ。もう受かってほしい、ね。うん、それで、あと、お前の学校ってさ、電卓検定ってあるの？知らない。多分ね、簿記検定やる人は、電卓検定も受けるはずなのよ。電卓検定は絶対に電卓じゃないとダメだから、ダメっていうか、不便だから、逆に電卓検定も3級買って、もし2級にトライするときはあれ買ってやるよ。会場でおークールって言われるから、これ、なるほど、あれちょっと戦闘力高すぎる。でで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 すけど、あれはちょっとね、可愛いんだけどね、すごいね、あれのキティちゃんかマイメロちゃんが欲しかったの。いやもう腰砕けるかと思った、見た瞬間に。マジで、マジであれ買おうと、ガチで買おうとしてたからね。それで検定受けようとしてるのがこいつだと思って、いやー、知らないって怖いよね。先生、急遽パパも一緒に、そう、これもう任してらんないと思ったから、わざわざ電卓会に家族3人で行くわけよ。そう、経験者2人と、電気ビッグカメラかな、ビッグカメラか、でっかいビッグカメラ、ビッグ、わかんない、行くために車もまで出してね、電卓ごときのために。でなんでパパまで出てるかっていうと、ママはね、簿記の検定をね、電卓じゃなくてね、そろばんでやってたんですよ。残念。それだけ江戸時代だからさ、そろばんでやらされてたな。そうだから、私なんか電卓のその機能使ったことないとか言ってるから、なんかおかしいなと思ったら、そろばんだったんですよ。でもママそろばん超得意だから、だから話にならないから俺が来たの。なるほどね。そう、じゃあもうママに任したら、マイメロちゃんとかになっちゃうから、私いいかなと思ってて最初言ってたんだから、ママも。そうだよ、危ねえ危ねえ。よかったね、よかったよ、本当に任してらんねえ。それをライブで言わなかったらさ、今日電卓買いに行く、白濃い顔してなんか言わなかったのによ。今日電卓買いに行く動画撮ってくるからって言ってパパにさ言ってさ、あいよーとか言ってさ、あれ買ってた、あれ買ってたかな、かってダメだこんなの返品してこいっつってて。でもピンクがいいんで、頑張ってピンクの電卓を探します。はい、わかりました。レッツ、はい、レッツ、はい、ガー、はい。着きました。何やってんの。豆乳だ、おーちゃん。ちょうどあった。あ、そうそう、これがいいんじゃないって言ってたんだよね、おーちゃんね。ピンクだし、そう、まさにこれ、これがついてて、これが、何気にこれがいいの、これが。あ、おーちゃんみたいなの、あ、違うか、どう、左手でやらない、右手。冬の大貫勇輔です。僕が出演している舞台、ハリー・ポッターと呪いの子が。可愛いわ、シール貼ればいいじゃない、シール。これ連打が対応してる。出るの？も
しもし。もしもし。今電卓を買いに来ました。あ、じゃあ鳴ってるよ電話が。他にも。もしもし。今電卓を買いに来ました。あ、いっぱい鳴ってる。もしもし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 。すごいいっぱい。バイトしてこれを買おうっつうの。そうだよ。ポーチがないじゃん。ポーチが。ポーチ付き、これこっち。あ、ポーチ付きはこっち。これ。バイト代で買うんでしょ。7000円。これを買うの？返信しなきゃいけないから。そうだよね。バイト代出るまでは悪者出てほしくないんだよね。これも欲しいの。3000円。超可愛くない？いい。これ超欲しいの。東京の TBS 赤坂、ヒントがいねえじゃん。ヒントが。ピンク、ピンク黄色だけなんだ。そうだね。待って。めっちゃ欲しい。セット。そして特別企画も実施中です。これは超嬉しい。買いよバイトで。ハリーポッターと呪いの国。なんでもかんでも買わせようとするんじゃないよ。これも買え。これ買ってください。ダメだよ。ね、じゃんけんまた。もしじゃんけんで勝ったら、あの400円出して。ビッグカメラプレゼンツ。負けたら全額引きだ。ジャンケンポイ。今月はこの方にお越しいただきます。お疲れ様です。新キャラビッグカメラの南波です。よろしくお願いします。何もう一回。最初にジャンケンポイ。ダメだ。借金だね。借金だね。バイト代入れたら没収だから。やったやったじゃないでしょ。いいけど早くゲットできたから。今回のハリポケトーク。よっしゃ、学校の筆箱だ。学校の筆箱だそうです。今度はどっちだい。スピンズです。ね、可愛いよね。この前上着探ってる時に、あのパパの洋服のコーナーのとこから20年前のナイキのナイロン出てきた。あの取りシャツみたいなやつ、札がついたまんまのやつ。なんだっけ、あのとまで、あれはおしゃれかな、わかんないけど。野球の時のやつ。そう、野球の。可愛い、これ。あ、これ可愛いじゃん。可愛い、これ。これ可愛いね。可愛い。え、可愛い。ほら。ピンちゃん可愛い。可愛い、やば。超見かけでしょ。うん。え、可愛い。めっちゃ可愛くない？今ちょっとパーカー着ちゃってるからだけど。パーカー着てこれだぜ。最高じゃん。しかもだってこれからだったら T シャツとこれだけで大丈夫。本当に？いや、暑いかなと思ったけど。ちょうどいいじゃん。え、やばい。可愛いこれ。めっちゃ可愛いこれ。セールだって。欲しくもれ。可愛い。やっぱりないね。はい。パパが出してくれるって。買ってくれるって。うん。いい感じ。これさ、こうやって見るより着てる方が可愛く見える。可愛い。スピンズは。学ぶさんと行くべきです。本当に良かったね。初めてだってさ、あっちの奥の方とか見ないもん。うん、ここのさ、表に出てるやつはよく見るけどさ、いや天才だ、あの人は。ちなみに昨日食べてるから、ね。まあ、レンちゃんなの？高いやつ。バイトのお友達できたんでしょ？ああ、バイトのお友達と食べに行ったご飯。やったね。いや、仕事終わりのラーメンってやばいね。最高だろう。やばい。はい、こんにちは。かわされたよ。かわされた。かわされた。今日は。なんか知らん。今日はかわされた。T シャツと上着。ジャケット。ベルト。電卓はまあ勉強したらいいとしてる、ね、こんな出費するなんて。あとなんかプリキュアのなんか。そう、プリキュアの筆箱だって、あれはだってこれ借金だもん。借金だもん。あれは借金か。バイト入ったら速攻抜くから。そうだね。いただきます。ネギも入れちゃいました。やって、ママがどっか行っちゃってたから。手洗いに行ったの。うまい。うまっ。おいしい。ございます。はい、よかった。はい、ごちそうさまでした。
美味しかったの、お腹いっぱいパンパン、べちゃくちゃべちゃくちゃ喋ってっから食うの大勢だ、まあ、ということで帰ったら買った洋服紹介しますね、ちょっと。ということで今から帰りまーす。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。